お里の、お里の、母さんに、母さんに、おねむに、おねむになったのよ。おねむになったのよ。合わないような感じ。甘いおっぱい、ちょうだいねと。おっぱい、ちょうだいね。ちょうだいねと、ねと、ねめ、泣くのよ。はい、3番。3番もこんな決まってたら。迷子の鳩さん。あ、迷子か、迷子。迷子の鳩さん。はい。迷子の鳩さん、なぜ泣くの、なぜ泣くの。はい。ミミズクおじさんに。ミミズクおじさん、ミミズクおじさん、うん、おじさん、うん、おじさんに、いや、に、夜道は怖いよ。ああ、そうか。夜道は怖い、夜道は怖、怖いよと、怖いよと、ほおずき、ほおずきちょうちん、ちょうちん貸しとくれと。ほおずき、ちょうちん、昔の名前ね。ちょうちん、貸しとくれと、うん、貸しとくれと、なんて楽音。ほろほろ。あ、ほろほろ。泣くの。泣くのねね。泣くのよ。うん、泣くのね。泣くのね。あ、わかった。ちょっとごめん、これ4番もあるんだけど。嘘ほんと4番もあるんだけど。キツネの赤ちゃんですよ。ほんだ、キツネの赤ちゃんな。コンコンだろじゃん。ああ、コン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 。キツネの赤ちゃん、なぜ泣くの？なぜ泣くの？なんだと？三日月おばさんに、うん。三日月おばさん、だ、月のことだよね。そうだね。三日月おばさん何？おばさんに。おばさんに、うん、この葉でかんざし買って、とくれ、この葉でかんざしかな。この葉でね、この葉っぱで狐だからね、そうだね。化け狐だ。かんざし。うん。かんざし。買っとくれ。買っとくれと、コンコン鳴くのよ。うん、まだまだ。まだあるの。こじゃ小石ではな、小石で。小さな石。小石ではなぐしか。とくれ、何これ、わかんないし、ちょっと違うのを見てみようか。小石でを泣くし、買っとくれと、コンコン泣くのね。小石で、ちょっと待って。泣くし？キツネの赤ちゃん、なぜ泣くの？三日月おばさんに、この葉でかんざし買っとくれと、だらもコンコン。あった、あ、漢字の方があった、ありましたよ、漢字の方。キツネの赤ちゃん、なぜ泣くの？三日月おばさんに、この葉でかんざし買っとくれ、小石で葉ぐし買っとくれと。小石で、うん、小石って小さな石、小さな石で花ぐし。小石で何、花ぐし買っとくれと。多分花ぐしだね。そうだね、小石で花ぐし買っとくれ、とくれと、コンコン泣くのよ。コンコン。コンコン泣く。こんな歌聞いたことないんですけど。かけてくれる？詞がわかんないけど。すごいよ。はい。いつもか歌ったらちょっと。ちょっと。ね、ちょっと待って。じゃあ、ふし。あ、すごいね、これ。昔っぽい歌だろ。昔っぽい歌だね。うちの赤ちゃん、なぜ泣くの？こけこっこのおばさんに、赤いお帽子欲しいよ、赤いお靴も欲しいよとか。知らない、こんな歌。泣くのよ、泣くのねか。泣くのね。悲惨なで泣くの、お里の母さんに。
たのよ甘いおっぱいちょうだいねとめえめな知らないしこんな歌なんかお里の母さんに何だ字が入ってたかわからないまあいいやはい3番迷子のハトさん全部捨ててるミミズクおじさんに怖いよほうじきとほうじきほうじきあれ？ハト、ハト歌った？マイゴのハトさん言って。ハトさん歌った？ねえ、あれなんだけどね。分かった。何？この葉で感動したこの葉ってさ、里のことだよ。うんうんうん、うん。で、小石で、小石は、うん、あの、銀貨のことだよ。あー。ね。あー、よかった。4番待った。4番待った。私、なんで、なんでだか急にさ、うん、ガラスの赤ちゃんっていうのが歌っちゃったからさ、歌っちゃったんかなと思った。こんな童謡聞いたことないよ、本当に。そうだ、私聞いたことあるけど、こんな2番、ガラスの赤ちゃんは知ってたけど、2番、3番は全然分かんなかった。4番まであったね。よかった。これで一件落着？うん。だけどさ、何これは冬の大感謝祭、うん、はあ、あ、そうじゃあステーキステーキそうなんだステーキステーキにじゃあ丸くれて丸くれて1個はステーキ、うん、1個はすき焼きってどういうのこのすき焼きなんかいいやつ焼き鳥がいいや焼き鳥がいいんだ焼き鳥に何個もらえるの？もらえるっちゃ当たらなきゃもらえないよ。そうだね。高坂ハムとハムは何がいいかねじゃあ。そんなに送るチャンスがあるんだったらすき焼き。だってこれ何枚もあるもんほら。じゃあまだこれから2500円入れるからここに貼り付けてやれんね後ろ以降にほら。これほら今日ほら3700円だからさ。本当だ。2500円以上貼り付けてやれんで。まだまだ今月いっぱいだからまだあとじゃあすき焼きもすき焼きもチャレンジしちゃえば、うん、すき焼きじゃあステーキと焼き鳥とすき焼きそうだねオッケーじゃあすき焼きね、うん、であと1個、ま、毎回入れたら今度また焼き鳥にすればいいのね